日本一人生を楽しむ二人組マッス兄弟です。秋田ついだぞー。はい、ただいまの時刻16時。あー、マギ見ちゃった。16時6分。この辺でこれありがとう、ありがとう。実はもう10時半ぐらい着いてて、ちょっと昨日から風呂入ってなくて、先にちょっとお風呂の方に入ったんで、はい、その映像を先に見したいと思います。ボン、ドン。あほう、花の湯、花の湯、秋田県一発目、今日も一日頑張ってこうねって。うん、まあね、素晴らしい温泉、君は今からね、食事の方が来るんですけど、それをね、待っていきたいと思います。ではでは、まあ、その今日おなーい。ワンが来た。ちょっとね、画角上ね、りょうすけと二人で写せないから、個別で撮ることにしました。でも隣おるよ。僕が今日食べるのは、じゃじゃーん、ネギトロ丼だー。今から食べていきたいと思います。いただきます。はい、僕が頼んだのは、一個フライ定食です。間違えてさ、わさび全部とこしちゃって、醤油わさびじゃなくてもうわさびになっちゃったもんね。ダメだね。いやでもすげえうまそう。じゃあ秋田県最高。もう今日これで満足。あ、わさび、あ、あ、うん、あ、ガチでやばい。いただきます。いただきます。あ、とんかつソースやばい。うん、やっぱ秋田といえばたくあんじゃないですか、多分。え、そうなの？信じる。これ何カツかわかんないですけど、なんちゃらカツ食べたいと思います。うん、あ、ガキでやばい。バカうまい。僕揚げ物が好きなんですけど、みんなは何が好き？俺は君が好き。楽しい人生。今ね、隣でなんか涼介がボケてんだけど、あ、でもまだ旅3日目だけど、今までで今一番いい朝。朝って言ってももう1時だ。起きてはいたんだよ、移動で。完食しました。いやー、うまかったね。特にあのヒレカツ。あと、野菜が美味しかったです。完食しました。バカうまかったです。はい、来ました。食後のブラックコーヒー。はい、僕はあのコーヒー好きなんで、ミルクとね、砂糖ついてたんですけど、はい、入れずに。今日は飲みたいと思います。やっぱね、そういうところでね、砂糖とかミルクとか入れないのが大事っていうか、そのまま素材の味を楽しむのがブラックコーヒーの一番だと思うんですけど。ブラックじゃないね、それ。僕の心がホワイトだから。やっぱブラックしか勝たない。このキャラクターの生まれて知りたい。第1回、あいつの名前当てろゲーム。編集されている。はい、うん、秋マン。あ、秋マン、秋マン。お前何ピー入らんやろ、これ秋マン。秋マン、秋田まんじゅうみたいなね。あ、そうそう、なんかほっぺまにしてね、キノコにチーク入ってる。マッコにする。俺的にはいつも頭の上キノコみたいなチンポポ。気をつけて、気をつけて。チンポポで秋田小町で、あ、チンポコ町です。いつも名前はチンポコ。ごめんなさい、秋田の皆さん。ちょっとこれから秋田を楽しんでいきたいと思います。バイバイ。寒くない？マジで。2日連続の雨やぞ。雨男誰や？お前や。りょうすけ。どうぞ、毎回雨のやつ誰や？お前や。バイキンマンいる、りょうすけ。バイバイキン。今何待ち？今バス待ち。やばい、秋田やばい、マジ怖い。さらわれた。さらわれた。秋田怖い。なんか秋田のリスナーさんの、なんか鶴きっちゃんさんみたいな、よくわかんないリスナーさんに、なんか今夜ご飯食べさせてあげるからって言われて、で、車に今無理やり乗せられて、そしたら気づいたら今山奥まで多分連れて行かれてるんですよね。りょうすけやばいな、これ。お前らさらっちまうぞって言うけど、さらわねえじゃん。お前人殺したことあんもん。りょうすけブレイキングダウン出てる。りょうすけブレイキングダウン出てるから、皆さんブレイキングダウンの概要欄に貼っとくんで、ぜひ見てください。絶対払う。やめなさい。今からちょっと、次の映像に多分切り替わった頃に僕たち、多分やばいところにいるんで、ちょっと、もしかするともうこの次が動画ないかもしんないんで、りょうすけ頑張ろうな。鶴きんたん、なんか逃げような。はい、鶴とった。うん。ちょっと。
旦切るよ。ちょっと危ないんだ、これ以上やるとバレちゃうんで、その人どうして。パンタやばいってやばいってやばいって、バレたバレた。パンタバーさん水出んだけど、バーちょっと待って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 、リスナーさんに連れてきてもらいました。お店の名前はポッポポッポポリタンコです。ヤッホー、ヤッホー。さっきぶり、今釣りきんちゃんっていうリスナーさんにあのご飯食べさせてもらってるんですけど、ちなみに釣りきんちゃんね、釣りきんちゃん、まあまあそんな感じ。これきりたんぽ初めて、このご当地料理っていうんですか、嬉しいね。やっとサムネ、サムネいくよ、せーの、いただきます。いただきます。今日はちんぽこじゃん、まあ、釣りきんちゃんのこのきりたんぽいただきたいと思います。ヒレのチンポフォーマチ引きずってないですか。やべ、バカうまい。いただきたい。え、りょうすけやばいで、やばない、うまっ。やばい、米ないな。キンちゃんやばい、これバカうまい。キンちゃんに誘拐されたけど、よかったわ。甘い。で、この後ちょっとキンちゃんにね、もうずっと秋田住んでるって言ってるんで、お話を聞きたいと思います。じゃあ一旦集中して食べるか、みんな。まだな。え、金ちゃん今日はありがとうございます。はい。え、ちなみにマスク兄弟っていつからしてくれたんですか。先月末。え、先月末。何の動画がおすすめに回ってきました。動画っていうのはライブに流れてきた。ライブ、どんなことしましょうか。日本一周します。その時か。え、じゃあもう日付も知ってたってことっすよね。そう、知ってた。日程表みたいな。そうそう、やっぱね、あれをね、見てくれるのが嬉しいですね。リョウスケ頑張って、あれ打ったもんね、マジで、うん、マジでめんどくさかった。やめなさい、リョウスケ。リョウスケ、いや、別にあれをね、打ってめんどくさいとか思ってないし、うん、しかもあれ打ってるのにさらにいつこの子が来ますかって言われるのめんどくさいとは絶対思ってない。絶対に思ってない、うんうんうん、ナイスカットです。え、じゃあ会いに来ようとは思っててくれたんですよね。そうそうそう、まあ4日だって、うん、いけるやん、私みたいな。そうそう。ちなみにお泊まりはダメなんですよね。ダメです。これ3回目ぐらい俺ずつ聞いてる。お泊まりはマジでダメだし。え、やばいんやって、マジで見える、みんなこれ最高。小屋だったらいいんですか。めっちゃうまいんやけどさ、鬼濃い。え、濃いよね、やっぱ濃い。やばいよね、これ混ぜて、混ぜて。いや、混ぜて、混ぜて。失礼やけど、なんかもうめちゃめちゃ頼んでくれるから、俺たち多分今日もう無理、動けん、この後。え、金ちゃん、じゃあ最後に秋田のいいところをまず教えてください。米がうまい。米がうまい。じゃあ俺らからの秋田のいいところも一個言うか。うん、いいよいいよ。じゃあせーので、まずアウト言ってみる。いくね、リスケ、はい、せーの。美人が多い。キッちゃんがいるやろ、どう考えても。どう考えても今のキッちゃんがいるの流れ。ミスった、ミスった。もう一テイク2。はい、テイク2。せーの。ビーンが多い。お前なんでそこ合わない。お前キンちゃんなんか使い回されてる。で、じゃあもうテイク3、もうこれ決める。せーの。美人が多い。ちなみにマスク兄弟、キンちゃん的タイプはどっちがあるとかある。お弟じゃないや、キンちゃんの票は僕に入りました。ってことは秋田も僕が締めました。秋田は締められましたね。食べっぷりはこっち。あ、違いない。りょうすけ、これ早く食えよ。何これ。生まれました。何が生まれた。出産。じゃあマジガシやべえよ。何がやばい。もう床下に爆発してる。腹が死ぬ。生まれたって。りょうすけ、飯うまかったな。飯うま。でも普通に優しい方でね、本当に楽しかった。りょうすけ、見つけたぜ秋田名物。生ハゲ。おい、何や。おい、何やお前。え？あ？ああ。ああ。なんて言ってたかや。ああ。せーの。金ちゃんしか勝たん。はい。よく言ったな、お前もな。お前。金ちゃんしか勝たんよな、マジで。お前来る店間違えてんだよ。ありがとうね。してないからこそ。そんな、なんて入れちゃってんのぜー。やばい。お触り禁止だよ。お触り、キモ、お前がさ、ね、ダムじゃん、お前が触ってんだよ。え、アフターしたいって。そんなね、もう、すごい展望台。やばいよ、これ。カップルチャンネルよ、これ。選手と、みょうつけの、
カップルチャンネルハートだよこれ。ちょっと待って待って待って、すごいなこれ、やばすごいね。ルスケ、リスナーと何してんのお前。あんたまだこんてんのやんだ、もうやめやめでもなんだ、うん、分かってるね、ちょっと残すだよね、みんなさちょっとね、二人、二人引き手回してこう。お前でも確かにこれ、でもお前はちょっと濁りがある濁り、その濁りはどうやってるの、その濁りは始まってるあんたおさまり禁止って言うんだねえよ。ルスケ、今日も一日お疲れ。秋田楽しかったね。いや楽しかったね秋田。まず金ちゃんのおごりのそば、乾杯。乾杯と秋田美人に乾杯。乾杯で今日の秋田の感想は、まあ温泉気持ちよかったし、まあやっぱ TikTok 撮れたこともやっぱ気持ちよかったし、また明日からエンジンかけていこうと思います。はい、ぜひ動画の方を楽しんでてね。今日も一日お疲れ様、ルスケ。お疲れ。それではオーツマスクドゥ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 バキョン。お前殺すで、お前さほんまに、お前ほんまにそろそろ殺すで。おつまつく。ですけど漏れる漏れないとかそういうレベルの話してないからうん、でもね結局ぐらいこうなってこうなっちゃうよね。こうなってこうなっちゃうよ。うん、お前と同じ腹してるやん。